それではどうぞ行かせていただきたいと思います。皆さん、本当に今日はおはようございます。山口県内のいろんなところ、山口県外の方、ここからも来ていただいた方いらっしゃると思いますけれども、今日は皆さん、参加していただきましてありがとうございました。私、新潟大臣所広島弁護団の山口担当弁護士の松岡と言います。よろしくお願いします。ですね、いつもですね、交流会の方でですね、山口の方言の皆さん集まっているんですけれども、今日はですね、そのどちらかというとスペシャル企画というような形になります。全国でですね、いろいろと、ある種我々の弁護団でもおなじみと言っていいかもしれない川西先生にですね、ついに山口に来ていただいて、お話をして、いただく機会というものを今日は作ることができました。でまずですね、最初は弁護団の方を代表しまして、事務局長の青木弁護士の方から一言申し上げたいと思います。よろしくお願いします。皆さんおはようございます。今日は川西先生が突然来られた。突然来ないですよね。一応打ち合わせしてないですけど。でも結構突然来られた。藤井支部長の奥様と Facebook 友達っていう、申請した友達になって、ぜひこちらの方にも来てほしいっていう、やり取りをしたところ、突然決まってしまって、ね、後の季節に来ていただいて、うどん食べてほしかったなっていうのも、本当に美味しいので、また来てください。で、先生はですね、ずっと B 型肝炎の弁護団、原告団を応援してくださっている、医療的な面で、側面で支援してくださっているというところで、特区はですね、この裁判が始まったきっかけになった美馬先生という先生がいらっしゃって、その先生が問題提起をされて、この裁判というのが始まったんですね。北海道すごく広い中でいろんな地域の利用している中で、肝炎がやっぱり多い地域っていうのがあると、どうしてだろうって考えた時に、母子感染が半分原因です。残りは血液感染予防接種だというようなところから、医師の疑問から生まれて、でそれをこう弁護士と話して、法的にこういう何とか問題提起できないかっていうようなところからスタートした。だから私がにとってはですね、私平成20年からこの裁判に関わったんですけど、結構伝説で、伝説の弟子、レジェンドの弟子っていう感じですね。本当に話も面白くてですね、で話だけでは終わらない、はみ出してしまうものがあってですね、毎回そのはみ出してしまうものを聞かされるという楽しい医療講演会をしていただけると思います。で、逆に川西先生には山口の原告団の皆さん、患者団体としての活動の普段の様子に近い、今日も人数ですので、見ていただいて、ふがふにお話を、場合によっては質問とか意見を交換できればというふうに思っております。どうも今日はよろしくお願いします。ありがとうございます。それではですね、早速ですけれども、今画面に出てますけれども、これは、弁護団が作ったものではなくてですね、川西先生がご自分で作っていらっしゃるものです。ということで、今日も川西先生も準備万端で来ていただいていると思っておりますので、ぜひじゃあよろしくお願いします。はい、どうも皆さんおはようございます。本当にね、1ヶ月ちょっと、2ヶ月ぐらい前に急に学会あるから行けるけどみたいな形で決まった日程なもんですから、本当にね、弁護団の人たちパタパタしたかと思うんですけども、今日こうやって来られてね、皆さんとお会いできて本当に嬉しく思います。で、ブログの方をこうやってやってるもんですから、よかったらね、ブログもぜひ見ていただいて、で今日の話は治療の話もそうなんですけども、気持ちの持ち方だとかね、食事療法の話、先日高松でお話しした内容がかなり含まれてますので、復習になる方もいると思いますが、大体こう聞くとですね、2、3日で半分以上は忘れますから、またね、覚えてもらうっていうことで、また週1回こうやると3回ぐらいで大体半分は覚えられるかなと思うので、決して同じ内容だからといって油断せずに聞いてほしいと思うんですよね。でこうやって上からどうしても話すと皆さんこうなってくるので、ね、ちょっと座って話すようにしたいと思うんですけども、公園の中も皆さんね、結構打ち解けてる方も多いと思いますから、もし途中で質問したくなったら急に話し出しても別に怒りはしませんので、そんなこともね、やっていってほしいかなと思います。で、今日の講演の中身ですけども、
まあ、元気で長生きのコツっていうようなことからですね、B 型C 型の肝炎の治療法がどんどん進んでますよ、みんなも頑張ってね、行きましょうね、みたいな話をしていきたいと思います。でね、まずはね、この話でしょうね。嬉しのカープ優勝おめでとうっていうことでね、まあ、この地に来たらこの話を触れないでいくわけにはいかないというふうに、昨日も弁護団の人たちから、しっかりとですね、印象づけられました。私も25年ぶりだったんだなと思ってね、私が生きてる間、もう中学生ぐらいの時ですからね、あ、中学生じゃない、もう社会人なんで、プロですね、優勝してましたので、ちなみに北海道も日本ハムがですね、今首位になってますので、このまま優勝すればお互いに戦うことになるのかなと思って、期待したいなと思ってますので、まあ、この話は非常におめでたいということでね、今日 あのもうそのが決まった日に来たっていうのも、私もすごいなんか思い出深いものがきっとあるなと思いますからね、また山口の方に来てお話しさせていただければと思ってます。どうかよろしくお願いします。で、まあ、私がしている肝臓の専門医っていう仕事は、肝臓に生じる様々な病態について、まあ、治療するっていう分野ですよね。慢性肝炎や肝硬変、食道、胃、静脈瘤、肝臓がん、こういったところが主だった病気なんですけども、まあ、ついつい肝臓ばっかりを見てるように思われがちなんですけども、まあ、ここにあるような食道、胃、静脈瘤なんてなると、内視鏡検査がしっかりできる必要があります。そして肝臓がんってなってきますと、全身にいろんな症状が出てきますので、血管造影だとか、そういったことも含めてですね、いろんな分野を私経験することができました。そういった意味では、全国の肝臓の専門医の中でもですね、最初から最後まで、見るっていうことができているっていう意味では、貴重な体験をたくさんさせていただきました。北海道には専門医が少なかった時期が非常に多くて、まあ、今も少ないんですけども、そんな中で肝臓の患者さんが集中するっていう、ね、医療機関で研修したこともあって、まあ、肝臓の患者さんは本当に辛い中で頑張ってる、それをずっとこう美馬先生とともに、ね、見させてもらって、何か自分たちにできることはないかっていうようなことで、まあ、仕事してきているので、まあ、普通のこう大学で勉強してくる先生方とは、ね、ちょっと違った面がありますので、まあ、そういったところが、まあ、患者さんとともに育ってきたっていうような自分では思ってやっています。で、まあ、昨日もちょっと話したんですけども、今ですね、北海道では FM アップルっていう札幌の局がですね、先ほどちょっとビデオで見た高橋智美さん の知り合いの方がやってる放送局があって、そこで第4月曜日の午後4時から30分応援するということでやってます。で、FM 放送は直接は聞けないんですけども、インターネットで見ることもできますので、もしよかったらですね、ストリーミング放送っていうのがやってますから、まあ、そこを見るとですね、そこに私の歌のコーナーがあってですね、1曲ぐらいは歌ってますので、ぜひね、リアルタイムで見たい方はですね、そちらも見ていただければと思います。あと、まあ、私がやってる、まあ、仕事の一つに、この肝がん検診っていう取り組みがあります。B 型肝炎訴訟が始まるというか、B 型肝炎訴訟、B 型肝炎が予防接種じゃないかということを、まあ、知るきっかけにもなった検診 の一部なんですけども、エリモ地区で非常に B 型肝炎が多いということが分かって、それで日本先生たちが札幌から3、4時間以上かけてですね、何回も何回も往復して調査をしたという下地の後に、この肝がん検診というのができたんですね。地方にはこういった専門医にかかれなくて治療が受けられない人がたくさんいるからということで、肝がん検診が始まりました。実際に今も医者増えてくれて、専門医が札幌地区はかなり充実はしてきてますけども、全国的にもやはり面積が多いという意味ではね、すぐ専門医にかかれない地区というのがたくさんあるので、まあ、土日の検診という形で年に1回ぐらいしかまだ回れませんけども、一人でも多くの人がね、いい治療につながってほしいと思いでやってます。で、こういうふうに医療行為なんかも全国来させてもらってますけども、こういった肝炎問題、訴訟を起こしてるっていうことでね、大学の先生方もなかなか講演に行きづらいっていうのもあって、まあ、そういったところを、まあ、私の方で少しでも埋めれればなっていう思いで回ってますので、まあ、これからもですね、ぜひ一人でも多くの方が救われるようにということで、皆さんもぜひね、声かけていっていただければと思います。で、まあ、医療行為ではこのスライドを出すようにしてるんですけども、健康で幸せに過ごすにはどうしたらいいのかなってことを今一度考えてみてくださいって言ってます。健康になるためには、まずできるだけなりたい姿を思うことが大事で、病気や悩みのことばかり考えていてもあまりいいことはありません。健康な姿、やりたいことをしている姿を思うということがね、とっても体の免疫力、治癒力上げる上で大事ですよということが分かってきてるんですね。そして健康になるためには心の持ち方も大事で、
素直な心で、いつも笑顔で、ありがたいありがとう、いつも感謝を心に思って過ごすっていうのがね、非常に大事なんですよ、免疫力治療を上げる上で大事なんですよ、なんてことがね、分かってきています。そして病気のこと、勉強することも大事ですよって言うんですけども、まあ、病気のことってね、勉強していくとどうしても悪くなるとどうなるのかなってことばっかりに気持ちが行きがちになってしまいます。でも悪くなることばっかり勉強するんであれば、勉強はやめてくださいって言ってるんですね。どんなに悪くなっても治療して良くなる人がいる、元気になる人がいるんだってことを知るために勉強はしてください。そうでなかったら勉強しなくていいですよっていうようなことをね、言っています。で、まあ、病気だんだん辛くなってくるとね、どうしても不満や愚痴、悪口なんかが頭に浮かんできやすくなります。でもこういうことを続けると、さらに体の調子、気持ちの状態、人間関係も悪くしちゃうので、無理やりでもいいからね、いい方向に考えましょうよなんてね、患者さんに言ったりもするんですけども、こんな調子の悪い時にそんなの無理だよってやっぱりね、言われる時もあります。で、最近はですね、脳科学進歩してきてますよね。で、不満や愚痴、一生懸命誰かに向かってたとか何かに対して言っているっていうことがあっても、実は脳みそっていうのは単純で、自分に対して言ってることとして受け取るっていうことが分かってます。だから誰々のバカ野郎って思うと、自分に対してバカ野郎って言ってるのに脳みそは勘違いするようにできてますから、決して不満や愚痴ね、誰か彼かに言ってたとしても、自分に言い続けてるってことがね、分かってますので、まあ、なるべく嫌な人に対しても褒めるっていうのがね、非常に大事だっていうことが分かってますから、そういうことを意識してね、生活していくと体調が良くなったりします。これね、本当に不思議なもんでね、実際にやってみてほしいと思うんですよね。まあ、こういうふうに、まあ、いろんな病気見ていくとですね、私も肝硬変や肝がんの方、どん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 亡くなるようなところで仕事をしてたので、もうこの肝臓の病気見るの嫌だなって思ったことが何度もありました。そんな時にね、気持ち切り替えるのにどうしたらいいかなといろいろ頑張ってやってきたんですけども、まあ、最近はですね、このより楽しいことを思うというのでね、気持ちを切り替えるようにしています。実際にあったことのように思うことが大事で、嫌なこと考えていてもためになんかなりませんよというのがね、背景にあるんですけども、まあ、健康でいるために理想的なことを思うというのもつながっていくと思っているんですが、まあ、私の場合はですね、そういうしんどい時に見ての通り体がでかいんですよね。体がでかいと大体食べるのが大好きで、私食べるのもね、回転寿司が大好きで、回転寿司の中でね、しめ鯖が大好きなもんですから、しめ鯖を食べてる自分の姿を思い出すね、ニコニコできてっていうね、まあ、そんな安い方法なんですけども、より確実な方法を使ってます。まあ、患者さんは60歳前後の方が多いので、何がいいのかなっていろいろ考えてたんですけども、お孫さんのことを思い出してっていうとね、大抵の方がニコニコするよね。孫ってすごいなと思うんですけど、ここで大事なのはね、可愛いお孫さんを思い出すことで、可愛くなくなったお孫さんをね、きっぱり忘れてくださいって言うんですよね。それも難しいんだよねって言われるんですが、まあ、できるだけね、その楽しい方を思い出してっていうのでね、使ってほしいと思うんですけども、あとは趣味だったりね、旅行だったり、なんかかんか楽しいことがあれば、それを実際にやってる自分の姿を思うっていうことが、気持ちを切り替えるよりすごく有効なので、そんなのね、ぜひ試してみてください。そして、まあ、理想的なことを思うというのも実はコツがあって、できるだけプラスの内容で考えてくださいっていうことなんですね。まあ、日本人というのは謙虚な民族で、ついつい悪いことを否定していいことに置き換えるって癖がついてます。病気にならないようにとか、怪我をしないように、事故に遭わないようになんてね、ついつい使ってるかと思うんですけども、先ほども言った脳科学の話からも分かるように、病気にならないようになんて思ったところで、病気になれって言ってると同じに受け取っちゃうんですね。ですから、それよりも健康でいよう、元気でいようって思う方が、心も体もそちらに向かいやすくなるんだってことが分かってますから、ああ、風邪ひかないようにしなきゃなんて思ったらね、元気でピンピンしてよって思う方が、体の免疫力もアップするんですよっていうことでね、ぜひ少しずつ少しずつでいいので、そういうふうに言い直して、癖をね、つけてみてください。そして、まあ、今日なんかはね、がんの心配ということでいけば、肝臓の方は肝臓がんね、一番嫌な病気っていう方が多いと思います。私の外来でもね、今日は先生肝臓がありませんでしたかって言ってね、受診してくる方がたくさんいます。でもね、肝臓がんがないかな、肝臓がなりたくないなって思うことは、肝臓がんになりたいって言ってると同じになってしまうっていうのがね、本当に嫌なところでね、それであれば元気な肝臓になりたい、健康な肝臓が自分の中にできるんだって思うことの方が、肝臓の治る力を発揮することになるので、ぜひそんな風にね、言い換えていく癖をつけてください。そして、まあ、患者さんにはいろんな本を勧めてるんですけども、最近はですね、このポジティブの教科書っていうのを勧めています。
でこれですね、あの武田壮雲さんという方が書いている本なんですけども、まあ、この中にはですね、自分と会って話をしていた人が後から武田さんと出会って話をしてすごく幸せになりましたと書いてくるって書いてあるんですね。で私もそれ最初に見た時にね、この人何言ってんだろうなと思ったんですけどね、でも実際読んでいくと、読んでいくだけでも気持ちがね、プラスの方向に向かってくるような、そんな中身で書かれてますので、ぜひね、買って読んでほしいと思うんです。で、今日はですね、特別に、まあ、中古なんですけども、書店で買えば1冊1000円以上するところを、皆さんには1000円で分けたいと思っています。で、ちょっと4冊しかないので、希望する方だけで、もらっててほしいと思うんですけど、ぜひみんなでね、私もトイレなんかに置いてちょこちょこ見るような癖をつけてますので、やってみてほしいと思うんですけども、この本の中にはですね、幸せになる3つの基本というのが書かれていて、まあ、幸せを与えること、幸せであることに気づくこと、幸せな言葉を発して幸せな態度を取ること、まあ、こういったことを気をつけていると、いろんないいことが起こってきたよというようなことが書かれています。まあ、そのきっかけを作るために、この恩返しスタイルというのと感謝メガネというのが最初の方に書かれているので、まあ、それを紹介したいと思うんですけども、この恩返しスタイルというのはですね、先に感謝をしてしまう、先に感謝をして満たされることによってしてくれないっていう気持ちからしてくれているっていうね、満たされた気持ちになっていきますよ。さて今日は何に恩返ししていこうかなってこうね、楽しい気持ちで心の中で思うだけでも気持ちがプラスに向かいやすくなりますよってことでね、何もしてないのにね、今日は何に感謝しようかななんて考えること自体がね、今までしたことないんじゃないかなっていうのはきっかけ作りなので、ぜひ試してほしいと思うんです。あともう一つ、感謝メガネをかけるっていうのをね、ぜひやってみましょう。自分の周りに感謝するべきものについて考えていると、今までと同じ景色や現象でも感謝視点に変わってきますよ。現代人はついつい荒探しメガネをかけがちなので、感謝メガネをかけましょうよっていうことなんですね。ありがたいなって気持ちが起きてくることで、まあ、気持ちがプラスに向かいやすくなるっていうことを書いたんですけども、まあ、こうね、元気だとかも明るく照らしてくれてありがとうとかね、何のことはないことに対しても当たり前のことでもね、感謝の気持ちを持って接していくと、どん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 プラスの気持ちが引き出されていくっていうことなので、ぜひ試してみてほしいと思います。でぜひね、この本も皆さんでね、回しを読んでみるのでね、見てほしいかと思います。あと、若田さんにはですね、いろんなこと話してるんですけども、何歳くらいまで行きたいですかとか、どうしたいですかなんて話もしています。私自身は100歳くらいまで行きたいなと思っているので、患者さんに対してもね、100歳目指しましょうよなんて話をよくします。でもね、こんな病気があってね、先生本当に100歳まで生きられると思ってるのかってやっぱり聞かれちゃいます。そしたらね、正直にね、分かりませんって答えるんですけども、でも可能だと思えない限りは可能にならないし、不可能を可能にしてきた人って世の中にたくさんいるんだから諦める必要はないんだよって話をしています。まあ、医学の世界ではね、治療できなかった病気が治療できるって話がよく出てきます。私が医学生の時はですね、インフルエンザの飲み薬はできるわけがないんだって言われたんですよ。でも今ありますよね。肝臓がんもお腹を切って、がんの部分取り出さなきゃ治せないようなんて言ってたのが、針で刺して焼くだとか、飲み薬でがんが消えたような人も今出てきてるんですね。ですから、もっともっとこういう治療があればいいなって思う人がいる限り、そういうのができてくる。まあ、これが今の世の中の仕組みだから、もっともっと長生きしてね、元気に治療ができるような、そんな世の中になってくれればいいと思ってね、過ごしていきましょうよって言ってるんですね。まあ、でもね、長生きするとね、消費税も上がって住みづらくなるから嫌だよって人もいるんですけども、まあ、それはね、そういったのも含めて、いい世の中になってほしいって思う人が増えればきっとね、そうなってくると思うので、ぜひ諦めないでいきましょう。で、この話ばっかりしてるとね、本当に肝臓の先生なんですかって聞かれるので、肝臓の病気に話を戻すんですけども、まあ、肝臓病っていうとね、いろんな病気が含まれています。生活習慣が原因で起こるものと、そうでないものというのが、まあ、大まかな分け方なんですけども、生活習慣病で起こるのは、アルコールだとか脂肪肝といったものがね、今注目されています。生活習慣病以外には、B 型や新型のウイルス性肝炎というのがね、非常に重要になってくるので、そういったところを今日は触れていきたいと思うんですが、脂肪肝についてはですね、原因としては、食べ過ぎや運動不足、肥満やアルコール、こういったことが言われています。実際私が研修医だった頃、肝臓のところを習い始めた、勉強し始めた頃はですね、脂肪肝は肝臓の専門医が見るような病気じゃないよと、ウイルス性肝炎いっぱいいるからそんなのほっときゃいいんだよなんて言ってたんですね。それは肝臓がんになったりする病気じゃないっていうふうにその頃は思っていたためなんですけども、でも今はですね、この NASH っていう病態が分かってきました。
これは脂肪性肝炎といって脂肪肝の中でも1割や2割進行する人がいるよということが分かってきたんです。これは1980年にアメリカで報告された病気なんですけども、当時の日本ではね、そんな人いないよと、ああいうアメリカのね、贅沢な暮らししてる人たちの病気だよなんてね言ってたので、日本に関係ないかなと思ってたんですけども、2000年ぐらいからは日本人の中でもこういった病態が出てきて、あ、これはちょっとほっとけないぞということで学会の中でも今非常に議論されています。糖尿病だとかね、そういった生活習慣病と同じような感じで食事療法、運動療法を主にして治療法が今は立てられているんですけども、肝臓が良くなってくると脂肪肝になりやすい方もいるということが分かってきているので、食事療法がですね本当に大事だなということが今分かってきています。ですから後半の方は食事の話をしていくのは、こういった脂肪性肝炎を予防する、まあ、自分によって体全体が調子良くなるようにしていくっていうのはね、これからの治療として主流になっていくからということなんですね。あと、まあ、ウイルス性肝炎については ABCDE とかって何種類もあるんですけども、この B 型と C 型が肝硬変や肝がんを引き起こすってことでね、非常に大事な病気になってきています。この下の写真は腹腔鏡といって、お腹を空気で膨らませて肝臓を直接写真で撮ってくる、そういった検査で見てるんですけども、だんだんとね凸凹が強くなって肝硬変になるっていうのがこの病気の怖いところですね。でここで肝臓がんどうして起こるのかなっていうことをちょっと触れておきたいと思います。肝臓がんは肝炎が持続することで発生すると言われています。慢性肝炎、肝硬変へと進行していく段階で、まあ、肝がんができますよと。昔は肝硬変になってから肝がんになるというふうに考えられていたんですけども、実は慢性肝炎の時期でも炎症があれば肝がんが出るということが分かっています。ですから定期的な検査はですね非常に重要です。そして肝臓がんの原因は何かって調べていくと、 B 型や C 型のウイルス性肝炎が9割前後を占めています。この比率は、ね、今ちょっとずつ減ってはきてるんですけども、普通健康な人にですね肝臓がんの原因は何でしょうって聞くと、大抵の方はアルコールでしょって答えます。元気な人はですねウイルス性肝炎のことすら知らないんですね。でも日本ではこんなにたくさんウイルス性肝炎で肝臓がんができているってこともですね、多くの国民が知らないということも実は問題で、この肝がんの原因になっている肝炎がどうして広まったのかということに遡れば、 B 型肝炎は、ね、集団予防接種ということが非常に言われています。 C 型肝炎は輸血が、まあ、因果関係がはっきりしているものとしてね、大体 C 型肝炎の 1,2 割はこれによって起きただろうと言われていますが、注射器の消毒が不十分であったり薬害で肝炎になったりということを考えると、今の日本の半数以上の人はこういった医療行為で肝炎になっただろうと言われています。逆に証拠がないから、あのまるでその国のせいじゃないみたいに国は考えていましたが、実際は肝炎対策基本法で肝炎は国の責任によって広がった病気でもあるということをねしっかりとこう打ち出して、まあ、できたんですけども、まだまだ患者さんの自己負担が生じる、そういった制度ですから、どん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 無料化していただいて本当に安心して治療する、そういった状況を、ね、作ることが必要だと考えています。これも国民がですね自分たちがかかってもおかしくなかったんだと、肝炎の人たちはそのためになってしまったんだということを理解してもらうと、もっともっと治療を、ね、受けられるようにした方がいいって理解してくれると思うんですけども、そういった知識すら広げることができない状況にいたというのもね、本当になんだか本当になって感じですよね。で、まあ、この肝炎ウイルス検診を受けることによって B 型や C 型の肝炎はほとんどの方が見つけることができます。ですから国民全員にねこの検査を早急にして早いうちに治療できれば肝がんの8割なくなるというふうに考えられています。ですからこの検診をですねいかに受けてもらうか、まあ、これが本当は国が一番最初に取らなきゃいけない政策の一つじゃないかなというぐらいですね。がんの原因の中でこれほど明らかな効果が出る予防策はないんですね。ピロリ菌だとかいろんなこと言ってますけども、ウイルス性肝炎が一番直接肝臓がんに結びついているのは間違いないので、ここを一生懸命やればかなりのがんの人が減るんですね。ですからこういったところもですねまだまだ対策が必要です。で、私たちの医療機関ではですね今肝がんになる人がどん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 減っています。これはですね青いのが新規の患者数なんですけども、赤いのが新規のラジオ波の治療をする人の人数です。もう今はですね年間20人を切ってきています。ですから半分以下になってきてるんですね。でも新規に受診する方はもう何倍にもなってきています。これは逆に言うと
肝臓がしっかりと治療されてパワーになる人が減ってる。他の医療機関よりも北海道の中で私たち小規模用インターフェロンだとかいろんな工夫をしてたのでかなりのスピードで肝がんになる人が減ってますから、本当に治療することによって、まあ、肝臓がんの人が減るっていうのが、ね、分かってますから、これは急いだ方がいいっていうことがね分かるんですね。でこのがんの人が減るっていうのはですね、逆に言うと病院の入院数が減るっていうことになるので、病院としてはちょっとってかところがありますけども、まあ、外来にね頼ってくれて定期検査に増えてくれれば、まあ、なんとかなるかなと思いながら今は頑張ってるというところですね。で、日本人の死因を分けていくと、まあ、悪性新生物がんのタグが一番なんですけども、肝疾患とこの肝臓がんを取り出すとですね、実はウイルス性肝炎で死んでいる人は5番目にランクアップします。つまりウイルス性肝炎という括りで見ると本当に多くの国民がこの病気で死んでいることが分かるんですけども、肝疾患というとね、かなり少ない数になっているように思われてしまうんですね。ですから、こういったところも多くの国民が知らないところなんですね。で、この肝臓がん、どうしたら予防できるかといえば、先ほどから言っているように、治療すれば予防できますということなんですけども、ウイルス性肝炎については、B 型、C 型、抗ウイルス療法というのが今は主流になってきています。C 型肝炎ではインターフェロンっていう時期が多かったんですけど、今は飲み薬に変わってきてますし、 B 型肝炎も飲み薬が中心の治療に変わってきています。そして早期に診断して治療することも予防につながるよということがね分かっています。これは肝臓の生検ってですね、肝臓の細胞を針で取ってきて顕微鏡で見る検査をすると、硬さでね 1,2,3,4 ってこう繊維化を分けるんですね。4番っていうのは肝硬変の患者さんなんですけども、肝硬変の患者さんは10年で 70% 肝臓がんができると言われてたんですね。でも F の1の軽い段階であれば 5% 以下ということで、はるかに肝臓がんができない。だから早いうちに見つけてそこで進行を止めれば肝臓がんになる率が、ね、ガクッと減るんですね。ですから本当にウイルス検診で一人でも多くの人を見つけるということが今一番大事なことになってきてるんですね。そしてウイルス肝炎の治療していくと、今は抗ウイルス療法は飲み薬が主体の時代になっています。肝臓の外のウイルスがどん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 消えていく中で、肝臓の中も消えて、体の調子、肝臓の調子が良くなってきて、どん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 体がすっきりしてきて体の調子が良くなる、まあ、これが全身のウイルスが消えて元気になるのはね、今までのインターフェロン療法だとあまりはっきりしなかったんですけども、新型肝炎の方は治療中でもどん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 元気になってくるというような時代に今なってきてますし、肝硬変の方もですね、今は治ってきている人がいます。ですから本当にですね、いい治療がどん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 出ている時期だということで覚えておいてほしいですね。そして B 型肝炎は治療方針が大きく変わってきました。これは、2014年の5月に出ている指針ですけども、それまではウイルスを血液中から消失させるというのが目標だったんですけども、今は S 抗原を陰性化させるという時代に変わってきています。これは S 抗原の陰性化というのは実はすごいことで、 B 型肝炎が診断できなくなるよということなんです。 S 抗原が陽性だと B 型肝炎という診断をするように今までなってたので、というのは何かというと B 型肝炎が治った状態を作っているということなんですね。でそれを続けることによって今度は S 抗体というのが陽性になることも分かってきています。ですからこの治療を続けていると B 型肝炎が治ってきているということがね分かりますし、治った人も今全国でたくさんいます。ですから最終的には S 抗体を陽性化させるが治療目標になると思いますが、今はこの段階を一つの目標にするということでね、治療が進んでいます。で実際に S 抗原、これ肝がんの発生率はどん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 治療によって下がりますよだとか、でこれは S 抗原が治療によって下がりますよっていうねデータも出てきていますから、本当に治療がね良くする方向に働いていることが確認されています。で私の患者さんでもですね、43歳で腹水がたまるような肝硬変だった患者さんがいたんですけども、ゼフィックスってねラミブジンを飲むことによって調子が良くなってですね、この方9年間飲み続けてたんですけども、苫小牧から札幌に通ってた方でね、ちょっと1時間以上かかるから通うの大変だからそろそろ薬やってないかなっていうことで調べてみたら S 抗体が陽性になったんですね。この方は9年飲んでる間にね B 型肝炎治っちゃった。でお薬も最終的にやめて、今はウイルス出ない状態で経過観察ということになってますけども、こんなふうにですね、
まあ、飲み薬、飲み続けなければいけないというのがね、今の考え方ですけども、そのうち飲まなくて済む状態が来るんですよということもね、分かってきてますから、今は飲み続けてなきゃなんないけども、いつかは飲まなくて済む薬になるんだという思いでね、考えていてほしい。でこの方も実際、B 型肝炎自体、一回肝臓にウイルスが入ってしまうと、全部が消えてるわけじゃないけども、要するに治った状態というのがね、こんな風に作れるようになってきてるんですよということをね、ぜひ覚えておいてほしいんですね。で、新型肝炎もどん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 新しい薬が出てきていて、今まではインターフェロン、1年半なんて長い期間辛い治療を続けなきゃいけなかったんですけども、飲み薬で3ヶ月飲めば治ってしまうという時代に変わってきました。ですから、この辺もですね、非常にすごい進歩ですね。で実際、私たちが、ハーモニーという薬、これ、緑外病院が、ね、一番最初、まあ、私が担当してた患者さんが、日本で初めて使った患者さんになりましたなんてね、製薬会社の人に言われて、あ、そうだったんだと思ったんですけども、まあ、実際には3ヶ月飲むだけで674万かかる薬だったんですね。でこれがまあ1年460万でもだんだん下がってはきてるんですけども、非常に高い薬。ただ、国の助成制度が使えるので、3ヶ月医療費払うにしても6万までで済むということでね、治療しやすいことにはなっています。で、うちらの患者さんでは88歳の女性の方も治療に成功しています。一時期はですね、75歳までの治験しかなかったので、高齢者の方に治療するのはどうかなんて話もあるんですけども、基本的には高齢者の方でもですね、認知症が良くなるなんてことも出てきています。ですから、新型肝炎を排除することによって、体の調子が良くなるってことが、いろんな病態をね、改善している。まあ、新型肝炎、B 型肝炎は、肝臓だけの病気と思われがちなんですが、実は全身のいろんな病気を起こしやすくなっているんだってことがね、分かってきてるんですね。ですから、ぜひですね、治療を受けてほしいと思っています。このウイルス、新型肝炎に対するウイルスの薬はですね、これからもまだまだいろんな薬が出てくる予定になっています。もうすべてね、9割、100% 近い効果があるというふうに言われてますし、より副作用の少ない薬として登場することが期待されています。まあ、インターフェロンの時代から比べれば、もうほとんど副作用はないに等しい状態ですけども、まだまだゼロにはなったわけではありません。まあ、日常生活を送りながら治療はできるようにはもちろんなってきてますけども、まだまだ本当の意味での、副作用のない薬にはなってませんので、まあ、そういった薬が出てくるのを期待しながらやっていくっていうね、今は時代です。で、まあ、ウイルス性肝炎はなんだかんだ治らないよって言われた時代から治る時代に入ってきています。まあ、インターフェロンを使わないということからいくと、がんを抑える力がちょっと弱いんじゃないかなというのが心配されてますが、早いうちにウイルスを消せば消すほど、がんになりづらくなるのは間違いないので、そういった意味でもね、どん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 いい時代になってほしいかなと思います。あと、もう一つですね、肝硬変の方に直接作用する薬というのもね、研究されています。まあ、昨日もね、質問があったんですけども、札幌医科大学が共同開発していて、北大でも治験がされていたので、まあ、これを持ってきてますけども、日本でもあと2種類ぐらい、全部で3種類ぐらい治験がされているような話聞いてますけども、このスライドに示しているお薬はですね、なんと5日間、5回注射するだけで治ってしまう。まあ、5日間にしても週に1回で5週間の治療なんですけども、非常に副作用もなくて、肝硬変だった人が治ってきてるよっていう方も出てきています。ただ、100% の治療効果ではないみたいなんですけども、少なくとも副作用なく、こうやって肝臓がね、肝硬変から回復するっていうこと自体がですね、すごいことなんですね。ですから、ウイルス肝炎が治って、肝硬変が治るという人ももちろんいますけども、それよりもより早く肝硬変を治すことができれば、いろんな治療がまたできるようになってくるんですね。肝硬変があるがために、お薬が飲めなかったりだとか、手術ができなかったりなんてことも未だにあるんです。ですから、そういったことを含めても、より患者さんにとっていい効果が出る、そんな薬がですね、これから出てくることが期待されています。うまくいけば、4、5年先にはね、使える薬になってるんじゃないかなと思うんですけども、それまでの間、いかにね、進行しないように治療していくかというのが、私たち肝臓専門医の役割だと思っています。一方で、治療することによって肝硬変が治ったよという、ね、証拠もですね、どん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 出てきています。これは虎ノ門の先生方が発表した症例なんですけども、繊維化って硬いところが、ね、ある人なんですけど、B 型肝炎の方でラミブジンを飲んでた方、でどん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 こう繊維化がなくなって、10年後にはもう全然その部分がなくなっています。つまり、この写真はですね、肝硬変が治ったよということをね、世に知らしめた写真なんですね。もうこれ10年以上前のデータなんですけども、これ最初発表した時はね、肝臓の専門医はね、肝
公園が治らんべやと思ってね、嘘だよとかと思ってたんですけども、今はもう当たり前になってます。でもですね、一般の内科の先生はまだまだ知らないので、肝炎治るんですねなんつってね、あとバカじゃないなんて先生まだいますから、そういう先生は知らないかなって許してあげてねって言ってね。はい、どうぞ。はい、肝臓の線維化よりはかなり少ないです。うん、だからそういった意味では肝臓が一番問題になると思います。で、新型肝炎でも同様にこんな風に凸凹していた肝臓がツルツルスベスベになるようなところも、ね、確認されているので、まあ、ウイルス排除によって少しずつ少しずつ改善するということでね、それをもっと早く改善させる方法、まあ、改善しない段階に術後も改善するような治療というのがね、今後とも研究されていってほしいなということで期待しているところです。で、次にですね、まあ、元気で長生きのコツってことで、まあ、肝臓にもいいだろうと思っている食事療法の話に入るんですけども、まあ、これはですね、最初は痩せるコツみたいなね、切り口で私も紹介してました。まあ、実際、まあ、自分もね、体重が多くて、まあ、まだ今も多いんですけど、私の医者としての経験と自分の実践の中から見出してきたもの、まあ、栄養指導で痩せる人と痩せない人、まあ、自分は痩せない人なんですね。なんでかって、だって続けられないんです。我慢することが多すぎます。できる患者様はいないなって本気で思います。なので栄養指導してね、痩せてもらうのは諦めていました。まあ、でも仕事なのでね、一度や二度は進めるんだけど、自分だってできないしなって思ってるとね、なかなかこう心が痛むんですね。それで診察室でね、一生懸命説明して頑張りましょうねなんて診察室出てくるとね、詰め所の方でね、看護さんにね、先生には言われたくないよねとかね頑張ろうねなんて言うとね、先生も一緒に頑張りましょうねなんて、さらにはね、先生に効く薬が出たら私にも使ってねなんて、ね、言われたぐらいにしてね、もう本当になんかこう切なくなることがいっぱいあったんですけども、まあ、自分ができる方法が見つかったら、まあ、みんなに進めようと思っていろいろやってたんですね。そうすると体重が減り始めて、この方法きっと他の先生もなんかいろいろやってるだろうなって調べたら、この方法が一番体にいいかなと思ってね、このパレオダイエット、原始人食っていう食事療法をですね、まあ徹底してやってみようということで始めたんです。で、今日ちょっと本送ったつもりなんですけど届いてなかったんですけど、ね、もう手に入ってる人はいると思うんですが、この原始人食の本、実は炭水化物抜きダイエットに似てるんですけども、実はタンパク質や脂肪の比率を増やしましょうという食事療法なんです。まあ、それに伴って炭水化物の比率が下がる。で、気をつけなきゃいけないのは、炭水化物は、ね、ゼロにしちゃダメなんです。必ず必要な栄養源なので、まあ、その比率を下げていく。で、カロリーが、炭水化物はほとんどまっすぐ吸収されてしまうんですけども、タンパク質や脂肪というのは分解するのにエネルギーをたくさん使うので、単純なカロリーとしてすぐ入ってくるものではない。つまり8割9割はもう消費されてしまっているので、太りづらいんだということもね、分かってきています。ですからおかずをたくさん食べるというのが、まあ基本的な考え方だと思って聞いてください。で、実際この写真ですね、8キロ痩せている写真なんですけども、反応がね、やっぱりね。で、まあ、検診ではですね、明らかに結果が出まして、この赤かったところね、肝臓の数字だとかね、コレステロール数高かったんですけども、すっかり黒くなってね、良くなっています。あ、食事量もしっかりやって、こうやって体重が減るとですね、この時で12キロ減ってたので、こんなに良くなるんだと思って自分もびっくりしたんですけども、まあ、良くなって良かったなと思う反面、あ、薬売れなくなるなとちょっと思ったんですね。これもちょっと病院としてはなかなか大変なことですけども、食事でね、やっぱり、だって健康になるのが一番、お金もかからずにいいのかなと思ってます。で、実際、まあ、痩せてもいないのにね、毎日体重が測りたいですか、毎日食べ物を記録したいと思いますかって言われればね、誰がそんなことしたいかよと私はずっとテレビとか見ながらね思ってたんですね。でもですね、痩せてくると毎日体重が測りたくなって、毎日食べてるものを記録したくなってね、痩せるってことがこんなにすごいことなんだなって、もう痩せ始めた時に、ね、私も分かりまして、下手すれば1日4回ぐらい体重を測ったりとかするんですね。本当に人間ってね、人間だなと思うんですけども、まあ、でもこの痩せ始めるきっかけを作るのが何しろ大事だなっていうのがね、本当に思ってます。で、この原始人食を続けていくと、お腹が減った時に美味しく食べるっていう感覚がね、だんだん出てきます。時間でこうお腹が空いてないのに食べるというのがなくなくこう生活習慣になっている方っていっぱいいると思うんですけども、そして私なんかですね、朝とか昼食べなくても、実は夜ご飯だけで平気になったりします。これも最初から3食を1食にするのはとっても無理なので、3食をだんだんこう量
調節していくうちにですね、あ、一食でも全然足りるんだなということで、まあ、最終的に食費も安くなるのかなと思ってやってるんですけども、まあ、こういったところもですね、やっていく中で経験していただければと思うんですが、まあ、この痩せるコツ、まあ、簡単なんですって書いたんですけども、魚と肉と野菜と果物をたくさん食べるようにすると自然と体重が減り始めるんですよっていうことなんです。まあ、逆に言うとね、ご飯とパンと麺はいらなくなるってことになってくるんですけども、まあ、食べれるときは、食べたいときは食べてもいいんですが、この魚と肉と野菜と果物をたくさん食べるようにするっていうことをね、意識するようにしてほしいんです。まあ、昨日もね、話したんですけども、ご飯とパンと麺がダメなんですねってやると、ご飯とパンと麺が食べたくなるんですね。これはさっきも言ったように脳みそで、ご飯とパンがダメって言ったところで、ご飯とパンを食べろって言ってるのと同じになってしまうので、それこそ魚と肉と野菜はダメって思うのとも同じなんですけども、まあ、そういうふうに、食べた方がいいものを一生懸命探すっていうのをね、やってほしい。で、まあ、おすすめの食材としては、まあ、魚と肉、野菜や果物ももちろんそうなんですけども、海藻類もね、もちろんいいですし、実はね、豆類はね、実は動物が吸収するのを阻害するような物質もいっぱい入っているので、あんまり豆取らなくてもいいよっていうのが原始人食では特徴です。まあ、食べるなら納豆はそういった副作用はないのでどんどん食べていいものですよって言ってるんですが、この青字で書いてる部分はですね、実は本の中ではダメですよって言ってたものが1年ぐらい経ってから佐久谷先生の方で改正したんですね。この青字の部分を含めてこの表はですね、今一番主流になっている考え方になります。で、乳製品はバターやチーズの形で取るようにしてくださいというふうになってきています。牛乳はですね、そのまま飲むとアレルギーを起こすタンパク質たくさん含まれているので、できればこういった加工したものの方がいいだろうと。あと油もですね、オリーブオイルの不飽和脂肪酸いいですよっていうふうになってたんですが、ココナッツ油だとかバターといったものの方がかえって体にはいいんじゃないかって話になってきてますので、まあ、実際油はですね、料理で取るっていうものじゃなくて、できれば食材で油が含まれているもので取るという感覚で過ごすのが大事です。で、そこで、一つあるのが、卵ですね。卵がおすすめというのは結構びっくりされるので、後でちょっとお話ししたいと思います。で、そうは言ってもですね、絶対食べない方がいいものっていうのもいっぱいあります。これは、基本的には大量生産をしているもの、添加物がたくさん使われているものは取らない方がいいんですよっていうことね、まあ、言われなくても分かってるわって方多いと思うんですが、まあ、実際現代人、まあ、スーパーとかで買えばこれ避けるのはとても難しいので、その中でもまだいいものを選ぶっていうのがね、大事なのかなと思います。で、ドリンク類でいけば、まあ、ミネラルウォーターだとか無糖のお茶であればいいかなっていうのは分かるかと思うんですけども、まあ、気をつけてほしいのはですね、最近カロリーゼロとかっていうのが普及してきますよね。で、カロリーゼロっていうのはなんでゼロかっていうと、人工甘味料っていうね、だから人工的に作った甘みで甘さを作ってるからカロリーがゼロになってるんですけども、これもですね、実は体にいいよなんて触れ込みで使われてるんですが、調べていくとですね、企業からお金をもらって研究している先生方は体にいいよだとか害がないよって書いてあるんですね。で、企業からもらってない人は体に悪いよ、病気ができるよって書いてあるんです。だからどっちを信用するかって言ったら、数としては圧倒的にこっちが多いんですけども、こっち側の人の方が嘘はついてないのかなと思うところもあって、長期 の研究なんていうのはほとんど存在してないというのもね、長期に調べれば副作用が出るからなんじゃないかなというね、考えられるんで、できればカロリーゼロだとかってなっているのは取らないようにする。かえって砂糖だとかを使っている方が体にいいんだというふうに考えてください。まあ、なるべくそういったものを飲まない方ももちろんいいんですけどね。で、お菓子類はですね、小麦粉系やとか米を使っている系統が非常に多いんですけども、まあ、その中でもチョコレートだとか生クリームだとかって使っているものは比較的原始人食に近いものになりますから、そういった、まあ、どうしても食べたい時はね、そういったものを食べるようにしてほしいですし、あとですね、私がショックだったのが、マーガリン、トランス脂肪酸が含まれていて体に良くない、油が含まれているから取らない方がいいようなって話に今なっています。まあ、これ、私小学校の時にね、出てきたんですけども、植物性だから体にいいからたくさん食べなさいなんて言われてね、たくさん食べてたものが、まあ、今は全然ダメだって話になってますので、まあ、こういったところもですね、バターだとかをちょっと取って食べるようにした方がいいんだなっていうふうに覚えておいてほしいと思います。で、この食事療法を続けていくと、食べる量が減ってきます。これね、腹8分目7分目で過ごすのが体に調子いいっていう気持ちになってきます。
これがすごくいいところなんですけども、実はお腹いっぱい食べて、ああ苦しいって言ってる状態っていうのは、動物でいくと病気の状態と同じなんですね。要するに苦しくて動けなかったら食べられて死んでしまうっていうのが動物の世界ですから、そんな風に苦しくなって、まあ、幸せを感じるっていう食べ方っていうのは、実はもうそれがすでに病的な状態なんだよっていうこともね、ぜひ覚えておいてほしい。でお腹が吸って食べて、それで体の調子がいいっていう食べ方に、ね、なってくると、本当に気持ちよく食べれるようになってきます。で、まあ、何回も言ってますけども、食べた方がいいものを一生懸命探すっていうふうにしてください。食べたらダメなものってのついつい覚えたくなりますけども、食べたらダメなものを覚えると、食べたらダメなものが食べたくなるのが脳の仕組みですから、食べたらいいものを一生懸命探すっていうのがね、大事です。そしてもう一つね、気をつけてほしいのが、守るのは8割ぐらいにして、2割は好きなものを好きなだけ食べてくださいって言ってるんですね。まあ、10回食事があれば、2回好きなものを食べていい時を作りましょうっていう考え方です。まあ、これは何でかっていうとね、100% 守ろうとすると、すごいストレスになってね、それだけでもやる気をなくします。まあ、患者さんにね、本を買ってもらってね、本を読みましたかって言ったら全然読んでない人もたくさんいますから、これ見ただけで無理とかって言うんですけども、まあ、それ無理っていうのは、要するに10回のうちの1回でもいいからね、始めてください。そうすれば、その分は体の中に置き換わってくれて、いい効果出してきますから。本当にね、何もしないよりは、1食でも2食でもできた方が、体にいいことが含まれてますから、そんな気持ちでね、やっていくうちに、だん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 こう、増やしていければ、その方がいいです。一生懸命やるとね、同じものばっかり食べてれば飽きてきますし、そんなこともね、しないようにしていく方が大事ですからね。で、この原始人食、まあ、この今の話も聞いてれば分かると思うんですけども、実は痩せるのが目的ではありません。本来は、小腸の働きや免疫力のバランス、体を元気するってことが目的の食事療法なんです。それによって、認知症、ボケの予防だとか、がんの予防、いろんな病気の予防につながるってことが分かってきています。まあ、これはいろんな食事療法が同じような効果を持っている面がありますから、他の食事療法でも言われている部分たくさんありますけれども、実際に炭水化物が主流の食べ方をするとこういった病気になりやすいんだよというデータも出てきてますから、ぜひね、そういったことからも原始人食を進めてほしいと思うんです。で、食事療法の考え方っていうのは、食事をとることによって体の中の細胞がね、だんだんいい食材の部品に置き換わるというふうに考えます。ですから人間の体は大体 4,5 年でほとんど全てのものが置き換わることが分かります。骨でも血管でもちゃんと少しずつ入れ替わってるんですね。ですから効果が出るのはね、1年2年先になるかもしれませんけれども、今からそういう習慣を作っておけば肝臓が良くなっていくときにどんどん肝臓の中がね、元気な細胞で置き換わってくれるっていうイメージでやってもらえると、肝臓が元気になるといろんな臓器を元気にしてくれます。で、ウイルス性肝炎の治療をしていってね、よく言われているのが、実はウイルスいなくなって肝臓が元気になってくると、肝臓が今まで自分をこう治すのに使ってたエネルギーがね、他に使えるようになって、死んだとか、白髪が減るっていう人が出てるんです。これはですね、まあ、年齢の変化もありますから、全員が全員になるわけではありませんけども、そんな風にね、肌が良くなったりする人も出てきてますから、ぜひね、やる気満々でね、取り組んでほしいかなと思うんですよね。で、まあ、そういったことで外食っていうのはできれば緩めるときに使ってください。好きなものを食べるようにして、その他のときに頑張るようにするとよりね、まあ、食事が楽しくないと人生なんか半分失ったような気持ちになりますからね、楽しい食事の中でやれるものを探していく。だから2割3割は緩めるという気持ちで最初始めてほしいと思います。でもやっていくとですね、その緩めてる中身でも原始人食が実はできるようになってきます。そうなるとずっとね、遠心食やってるような形になってきますから、ぜひそんな風になるのかなと思いながら続けてほしいと思うんですね。そして卵がおすすめっていう話、先ほどもしたんですけども、結構びっくりされることが多いので、ここでも書いてあるんですが、実は卵っていうのはね、コレステロールが上がって動脈硬化を進めるから食べない方がいいよって言われてたんですね。でもね、2000年ぐらいから逆に動脈硬化予防するし、コレステロールも下げるよって話に変わってきたんです。ですから1日2個ぐらいであればコレステロールの薬飲むよりもかえっていいんじゃないかななんて話も出てきてますから、ご飯やパンの量を減らすために卵の量を増やすなんていうのも結構有効です。ですから朝ごはんパン食べてたら、ゆで卵とか目玉焼き食べるとパンを食べる量が減らせれるようになってきますから、そんな風にね、卵をどんどん活用してみてください。であんまり食べてコレステロールが本当に上がるような人はね、ちょっとまた考えなきゃならないんですけども、そんなにね、今のところね、上がってないんで、みんなうまく食べてるかなと思うんですね。で
で、ご飯やパンを減らすためであればマヨネーズなんかを代用してね、いろんな味付けに使ったりとかして卵を食べるなんていうふうにしても構わないというふうに考えてもらっていいと思います。そして、まあ、コンビニでね、おにぎりとかポンポン買ってしまって食べるような人も多いと思うんですけども、まあ、毎回は無理なんですが、このサラダチキンっていうのは今、コンビニでは置かれるようになってきているので、週に1回でも2回でもいいのでね、このおにぎりの代わりにこのサラダチキンっていうのを食べてみてください。これね、結構塊でね、食べるとね、お腹いっぱいになります。一つでもね、結構なお腹いっぱいになりますので、で気をつけなきゃならないのはさっきも言いましたように、毎日食べるとね、すぐ飽きますので、飽きてしまうとね、もう食べたくなくなりますから、それだけはしないようにね、気をつけてほしいと思うんですね。あと、どうしてもお菓子、何か食べたいなと思った時には、これを食べましょうっていうのが、生クリームですね。生クリーム嫌いな人はちょっと食べれないと思うんですけども、生クリームって実はバターの原料になるような、いい油がいっぱい含まれています。でそれで、大体 200cc で 20g ぐらいの砂糖を入れればちょうどいい甘さになりますので、まあ、これであればかなり原子炎症に近いお菓子になりますから、もうね、なんか甘いもの食べたくてしょうがなくなったときは、生クリームなんかも食べてみるというのね、一つの手かなと思って勧めてます。で、北海道だとね、この四つ葉の生クリームっていうのを勧めてるんですけど、こっちだとね、中沢の生クリームがあるのかな。普通の明治とかね、森永で作ってるのは、添加物が多いので、できれば、純生とかって無添加ってなってるものを選んでほしいと思うんですが、まあ、大体こう、5、6分ね、ホイップすると大体固まってきます。純生だとね、ほとんど氷とかで冷やさなくても固まるぐらい固まる力がありますので作りやすいですからね。これ 200cc ホップすると大体こう丼いっぱいでできますよね。で丼いっぱいガバッと食べるとすっごくお腹いっぱいになって満たされるんですけども、次の日胸焼きしすることになりますから、ちょっと一つはやめた方がいいかなと。私だと半分ぐらいなら大丈夫なんですけど、普通の人は半分でもなるわって言われたので、4分の1ぐらいから始めた方がいいみたいですから、まあ、家族2人とか3人とかね、均等割りして食べたりとかして楽しんでほしいと思いますね。あと、まあ、生クリーム自体はシチューだとか、まあ、カレーだとかいろんな料理に使うことによって、まあ、油分としてお腹を満たす働きありますから、料理でもね、どんどん使ってみてほしいと思います。あとね、最近おすすめしているのがチーズですね。最近のチーズはですね、いろんな味がついているのが出てきました。これね、だいたいスーパーで行くと200円ぐらいで買えるんですけども、6ピースのやつね。で、1個だけ食べたら全然お腹いっぱいになりませんから、私はこれ1つ食べてますね。本当になんかお腹空いた時に、気軽にお菓子の方に走らないために何がいいかなといろいろ考えるときに、こういう美味しいチーズなんかを食べてみるのも1つです。ですから、まあ、これエネルギー見ると分かるんですけども、炭水化物が 2.4g、 脂質とタンパク質で 4g、 つまり炭水化物が3分の1しか含まれてないですね。だからチーズっていうのがいかにその原始燃食の基準の食事の中でも大事な比率かっていうのが分かるので、まあ、これもですね、カルシウム取ったりするのにも大事ですし、いろんな意味で効果的ですから、お菓子の中で、まあ、こういったお菓子みたいなチーズっていうのもね、選択肢だなと思って、これもきっと流行りなのでね、一時期こういろんなの出てきますけど、そのうちまた味がなくなったりとかしますからね、今が旬かなと思ってますので、ぜひ試してみてください。あと、どうしてもお腹空いた時にね、お腹膨らませたいと思った時には、納豆をね、おすすめしています。これ、なめたけ納豆って言ってるんですけども、これ私がね、当直の時にやったりとかしてるんですが、まあ、納豆大体3パック入れて売ってますよね。でその3パックを丼に入れて、なめたけを 50g ぐらい入れるとちょうどいい塩味になって、ご飯がなくてもね、ツルツルって食べれるような味になるんです。それに卵なんか入れるともっと栄養価が良くなりますから、まあ、これ食べると大体こうお腹いっぱいになりますよね。で、っていう話をしてたら、普通の人は3パックも食べれませんって言われたので、まあ、大体多くても2パックぐらいにした方がいいらしいんですけども、まあ、この辺もね、好き好きでね、いろんなものも混ぜて、で気をつけなきゃならないのは、味濃くするとご飯と一緒に食べたくなっちゃいますから、そこのね、味付けを。で、ご飯ちょびっとで食べるならいいんですけども、まあ、この辺もですね、いろんな工夫しながら食べれるものを探してください。で、あと、野菜をたくさん食べる上でね、この野菜スープっていうのがすごく食べやすいなってことで進めています。まあ、サラダとかで食べるとね、意外と食べたような気になるけども、量意外と食べてないっていうのがあって、この野菜スープっていうのはですね、これ高橋先生っていうのが考えているスープなんですけども、調べていくとね、がんの予防だとかボケの防止だとかっていろんな効果があることが分かっています。まあ、もちろん食材にはいろんな効果があるのが分かっているので、まあ、体にいいんだなぐらいでね、このキャベツと玉ねぎと人参とかぼちゃ、まあ、これがスーパーどこでも手に入る食材で、まあ、甘く美味しく食べれるスープができるからということで進めているので、まあ、自分の好きな野菜に加えたりとかしてもいいんですけども、これするとですね、結構美味しく食べれます。
で患者さんに紹介したらね、私毎日食べても全然飽きませんっていう方いるんですけど、私は自分でやったらですね、週に1回2回がいいとこかなって感じがしてますから、それぞれね飽きない程度にこう続けられるようにやってほしいと思うんですけども、もちろんカレー味付けてもいいですし、好きな味付けてもいいですから、こうやっていろんな野菜を多く取るっていうことを試していってほしいと思います。あともう一つですね、このアーシングっていうのをおすすめしています。これはですね、体の中の静電気を逃がすっていう言い方してるんですけども、実は大地から電子をもらうっていうことが体の電気状態を中和することになるよっていうことが言われています。よくね、湿った砂浜を歩くのは体にいいよなんてこと聞くと思うんですけども、北海道なんか冬に湿った砂浜を歩いたら大変なことになるので、ね、お家の中でもできることって言えば、コンセントにアースの働きがあって、そことつないで電気を通すマットとこう触っていれば電気が逃げてくれるっていうのがあって、それを勧めています。これ実は何のことはね、アルミホイルでも何でもいいんですけども、こういうマットもですね、手軽かなと思って勧めてるんですが、実際にこのクリップをですね、コンセントって実は壁のコンセントの穴って短い穴と長い穴があるんですね。この長い穴の方がアースとして地面につながってますので、違法建築でない限りはちゃんとそっちからできていけますから、そこはちょっと確かめた方がいい時もあるんですけども、こういうことでクリップでやると、でこのコードとマットでだいたい2000円ちょっとぐらいで Amazon とかで買うことができますから、ぜひね試してみてほしいと思うんですね。それも本当はちょっと送ったんですけども、今日届いてないのであれなんですが、こんな形で電動カラーマットとかって売ってます。アルミホイルだとくしゃくしゃになってね、変になっちゃうので、これやると、寝るところに置いてもいいですし、テレビ見るところに置いてもいいですし、台所に置いてもいいですし、でこういうマットがないんであれば、手早くできるのは洗濯機のアースのところだとか、電子レンジのアースのところに10分間触ってるだけでも同じなんですけども、そんなとこ触りながら何もできなくなってしまったらね、元も子もないので、テレビ見ながらだとか、台所に立ちながらできるような、こういった方法がね手軽でいいかなと思って進めています。で、いろんな方法を試してみましょうということで、今日はこの原始人食ダイエットというのを一つの切り口としてお話しさせていただきました。いろんな食事療法、同じような効果がある部分を含んでいます。それぞれの解釈いろいろありますけれども、自分なりの方法を見つけていく上で、まずはこの方法を試していただければというふうに思います。でぜひね、痩せるのもついでに起きてくる方いますので、目指してほしいと思うんですが、これが顔バージョンで、こっちが体バージョン。体バージョンも自分としてはちょっと分かるかなと思ってるんですけど、ね、まだまだ痩せなければいけませんので頑張っていきたいと思っています。で今日はね、ダーッと話しさせてもらいました。健康になるためになりたい姿を思うこと、プラスの気持ちで過ごしてほしいって話をさせていただきました。患者さんの新しい治療法、あと食事療法の話もしてきましたので、何か一つでも二つでもね、できることをぜひ試してみてほしいと思います。それではですね、歌を聴いてくださいということで、歌の時間に入るんですけども、私歌を作ってましてね、この諦めないでっていう曲は、肝がんの患者さんを治療している時に作った曲なんですが、家族と旅行に行きたいなとか食事に行きたいななんて言いながら頑張ってた患者さんを見てた時に作った歌なので、聴いてみてください。
て君のことを待ってる人がいることを、だから君はいつまでも夢は叶うと信じてください。未来の希望、自分の希望を、ね。
きくしても大丈夫だって話になっているので、その時間までいてくれる方には一緒にまた続いていきたいと思うんですけども、この青い山脈ですね、よく患者会で歌っていた曲で、あの元気が出る曲なんでね、ぜひ一緒に歌ってみてください。とこんな感じでね、もう一度盛大な拍手を。